さあやっていきましょう。もしきよシリーズの、まあ、パート何ぼかは知らないですけど、今日はねもうおはようございますの時間に撮っております。現在朝の6時41分。ちょっと小さいな、朝らしいが。ちょっと小さい、もうちょっと大きくしよう。はい、クリスマスですね。12月25日です。12月25日の朝にお届けすぎる喋れてない、声が出てない、喋れてない中でやっていきます。どうも、アザラシです。はあ。昨日夜に撮ろうと、これだけは撮ろうと思ってたんだけど、おお、他球団から4人しか撮れない何も覚えてないでスタートしてるから4人しか撮れない。ピッチャー1人だけ。クリスマスの朝にあげる動画じゃない、ない。世界選手権がいきなり始まっちゃう。誰か一番いいピッチャーを。あー、負け越してるピッチャー選ぶわけにはいかないな。結局野口みたいなところあるよな。焼きつく結局野口みたいなところあるよな。でも防御率悪いな。結局誰なんだろう。結局誰を入れるの今。ピッチャー結局誰がいいんだろう。もっと上から見てるな。年俸上から見て、でもまあ活躍がね、活躍がそのままちょっと松坂かな。あ、防御率悪っまあ DH があるから、セ・リーグとパ・リーグの防御率を一概に並べて比べるということはできないんだけれどもね。うわ、難しい。ピッチャーが難しいな。石井和久とか絶対ええやんって思って選びたいけど、防御率悪いな。こんなに防御率悪いか。これじゃ選べないな。世界選抜に連れていくにちょっと角が立つな。これは巨人から、あ、優勝した巨人から連れていこう。パリーグと。おお、上原いる。やば。よし、上原連れていこう。はい。うちキャッチャーはまあいらないか。味方になった松井を。おらん、松井がおらん。高橋由伸とか連れていくか。いやー、すげえな。確か松井がここにいるんだよな。連れていくわな。松井と一郎連れていくか。一郎、鈴木。あ、誰だ。うちのチームで穴といえば、サード、ファースト、セカンド、ショート。まあ、小坂ぐらい連れていっとくか。なぜ小坂という。小坂がおらん。ロッテに小坂がおらん。内野をもう一枚ぐらい。ちょっと田中健介のショートじゃ弱すぎるんで。弱すぎない、すぎるっていうこともないけど、ちゃんとしたショー、ちゃんとなんかこうレギュラー取ってもう何年もやってます。立つな。いやダメだ。迷っとるな。今岡連れて、相手の今、ダメだ。誰連れていきゃいいの。石井拓郎とか連れていく。あ、もう落ち目になってる。石井拓郎が33で。じゃあ小坂、守備固めとして小坂。はい、こういうチームでいきます。左が多いな、獲得した選手。いや違うな。城島連れていこう。城島マッケンジー連れていこう。やっぱりキャッチャーだな。こうしてみるとうちの球団のこうウィークポイントはこれで勝ちですわ。やっぱこれで勝ち。よし、キャッチャーは城島。オッケー。やっていきましょう。もう入りからこのなんか世界選手権っていうか、そうだと思ってなかった。20億の金を持ってでね
1軍に自分の球団の1軍に1軍に登録しとくと世界選抜の選手がもうあれなんですよ、あの1軍登録のファイターズの選手は自動的に連れて行かされてしまうので戦力的に弱みたいになっちゃうんですね。でもこれでいく、壺井を DH 使うぐらいなってところあるな。かといって壺井以上にだるくなるやつがいないしな。でもまあまあまあ、いやかといって初戦に石本調子がいいからといって使う監督はちょっと気が触れとるような。これもちょっとどうかと思うね。これもね、1番に清宮、3番に一郎、1番、うわやべえこの打線、左右清宮をここに置くんだったら新庄をもうちょっと上に置いた方がいい気がするな。新庄3番、上沢を2番に置いて、一郎、小笠原、新庄、清宮、松井、城島、坪井、金子、田中健介でええんか。田中健介使うんだったら、あ、そうか、小坂を取ってない。ショートの守備がな、田中健介が悪いとは言わんけど、これが日本代表かと思うとちょっと長谷実力も足りん。はい、見ていきましょう。負けたらそれでおしまいなんですけどね。これは下手したら長いぞ、台湾との戦いが。台湾戦か。3年に一度の世界選手権、1回戦第1試合、台湾代表対日本代表、実況浅岡聡でお送りいたします。まもなく試合開始です。日本代表がすげえ赤い、赤かった時ってあるのかな。だいたい黒っぽいよな、日本代表侍ジャパンのユニフォームって言ったの。日本対台湾の試合が12月にまで進めたいんだけど、焼き付くの時間を12月まで。12月まで進めるためにはサクサクとプレイ、なんならもう初戦敗退するぐらいの勢いじゃないと。でも言っちゃ悪いけど、台湾に負けるつもりはないけどね。え、刺された。4番も倒れたか、盗塁失敗か。こう見ると台湾代表の選手に知ってる名前の選手はいないな。松井で盗塁できるか。すげえキャッチャーの方強い、もしかして。そう、まあ早いに強いな。松井クラスでやっと、松井クラスでやっと盗塁できる、成功できるぐらいの程度の方。なかなか強い。なかなか強い。でもこれはね、多分この試合はね、城島が鍵になるね。右バッターが。ピッチャー左だし、右バッターの城島が鍵になる。ここが打つか打たんかが勝負の分かれ目といったところではないでしょうか。よー、変直勝ったでしょこれ。2、ここで城島にダイソー出そうかなと思ったけど、まあそこまでじゃないなと思うけど、勝負の分かれ目ではないけど、あ、え、戻れんかった。監督が刺さついてるな。こうしてだから、選手、台湾代表の選手たちの名前が知らない選手ばっかりだな。本当に知らない。選手であってもこうゲーム中で見てるような気がするんだけど、本当にそれも知らないっていう、そういうレベルで知らない選手ばっかりだ。実力もわからんな。だから大したことないと思う、こう名前見る限り。
スカウ、海外スカウト行って、まあ、C ランク、D ランク、B ランクぐらいの選手が集まってんじゃないかなと思うけどね。台湾代表の選手で一番多分焼き付く内で猛威振るいそうなの多分大鵬がやったかな。大鵬か、あと周民治かなぐらいかな、猛威振るいそうなのは。まあまあ知らんだけど他にもいるかもしれない、うん、めちゃくちゃ接戦だな、めちゃくちゃ接戦だな。どうするどうする、もう上原変えられないんだよ。あと1点ぐらい欲しい。ああ、ここがポイントかな。金子にバントさせるとはないかなとは思うけど、ナイスバット。嘘だ、今金子にバントって言ったら田中にバントね。嘘だろ今のは。なんであの二遊間で金子誠は二塁から飛び出して二塁に戻ったんだ。だいぶ止まってたよな、二遊間で。これはいける、よし。得点圏にランナー進めて一郎はすごい頼りになるけど、うお、なんというこれは国家間の争いになるレベルだ。台湾代表がお茶飲みます。チャンスに弱い小笠原、なんか WBC の時から小笠原チャンスに弱かったような気がする。WBC の頃からっていつの話なのか知らないけど、いやー点入るぞ。チャンスの後にピンチあり、ピンチの後にチャンスありってね。おお、やっぱ城島ですね。下手したら負けるな。上原マジで変えられん。これ新庄で盗塁、即盗塁。でも走るよ。スタートぐらいだ。ちょっとない。よし、よし、よし、よし。ジャパンの4番清宮ですよ。うわ、すげえ球振ってる。四季軍かな。司季軍。よしよしよし。よし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 。つなぐ4番っていうところ。5点、いや、いかない。5番、城島が良かったかな。いや、3番に新庄置いてるから、やっぱり右、左、右で挟むよりは、右、左、左、右ぐらいにした方が、打線に厚みが出るか。だから、松井はやっぱ5番に置いといた方がいいかな。でもなぁ、清宮の後に松井じゃなぁ。あ、やっぱ城島ですね。ここがこの打線の核。城島個人軍だ、これ。城島だけが点入れとる。このまま行くか。このままいっか。このまま城島変えずに、怖え。でも1点じゃない、リードが2点あるから、1点入った。ここポイント、ここそう春光、そう春光かな。よし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 。単勝利かな。ここは
長打あるよ。長打警戒、長打警戒。三振を狙っていけ。いや、素晴らしいピッチングですね。城島変えられない。城島変えられない。城島も変えられない。上原も変えられない。城島の打法にまだ期待しなくちゃいけないし、上原のピッチングにも期待しなくちゃいけない。バカした。ランナー二塁の見えてなくて二塁を果敢にやってしまった。はい、さあ新庄だ。新庄監督お願いします。これはどうだ。右バッターが肝だったな、この試合。勝った。新庄監督の話題は前回したと思うけど、日ハムについてはちょっと言うことがあるよな。言わんとするところがあるよね、日ハムファンとしては。太田大志を放出してしまっているという、この2ヶ月の間に起こってしまった悲劇。マジ日ハム球団冷酷すぎるからな。ちょっと使えない、ちょっと年俸に見合わないと思ったら、トミリアすぐ放出するからな、日ハム球団の。ハムファンとしていかがなものかと思うよね。太田大志と西川と秋吉の放出というか、ノンテンダーはさあ、いい思うところあるよな。太田は好きな選手だったから出してほしくなかったと思ったって、そんな声を届くわけもなくっていうのが、まあね、プロ野球ファンですね。なんとなく俺は太田は最後まで日ハムにいてくれると思った。でもこれは別に太田が悪いわけじゃないの、日ハムが悪いの。だからもうなんか怒りの拳じゃどこにも向けられないっていう感じだよ。ひで。西川はね、そんなに惜しくないの、不思議な感じだね。磯端でいいやん、良くないんだよ、全然良くないんだけど磯端でいいやんっていう、なぜかそういう思いがあったりなかった。勝った。 3点リードになったから、これはもう勝ちましたね。これは勝ちましたね。抑えのピッチャー出す余裕がある。これは3対1だったらそのまま9秒あの上原でいったけど、まあ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 、これ以上点入れなくていいよ。逆に点入れなくていいよ。これを手入れると、ね、逆に打ち疲れしてしまう。次の試合に取っておいてほしい。さあ上原力投誰なりそうかな。もうこの場面にふさわしいピッチャーを出したいけど、よく見ると抑えがいねえな。ミラバルがいないからか、抑えいないの怖いな。これたたたたたた立山投げさす、立山投げさす。抑え立山って怖いかな。怖さしかないな。この防御率見たら怖さしかないな。抑え立山怖すぎるわ。大丈夫。まあ、プロ野球の話題を特にね、特にするほどのこともないかな。やっぱり日ハムとしては、まあ、太田の放出、西川の放出、秋吉はまだ決まってないかな、現時点ではね。決まってたっけ、決まってなかったっけ、忘れてた。プロ野球のハムは本当大変だよ。新庄監督フィーバーとか 言えないと思う。まさか3選手放出するとは。中継ぎのまあ秋吉は中継ぎのまあね、バリバリって感じじゃないけど、でも抑え中継ぎやってくれる可能性が。やっぱどうかな、竹山を抑えとするのはどうかな。1点差の場面じゃ怖くて投げさせられんぞ竹山。これお
あんなパフォーマンスを国際大会の舞台でやるとはな。挑発行為をしてから してこられた。この成績、このね、この台湾の選手の成績は何なんだろうな。台湾リーグでの成績なのかな。まあ、適当につけられてるよね、毎回。宇宙代表とかでも成績ついてるけど、それは一体何試合換算での成績なのっていう気がする。もちろんプロ野球というか世界の野球に目をつけると試合数は必ずしも146試合じゃないからね。今144かな、146かな。まあまあ日本のプロ野球ですらね、この当時は135試合だったりするし、試合数って結構バラバラだからね。もちろんアメリカは160試合だからね。そうなるとホームランの数とか盗塁の数とか打点の数とかも国によってバラバラで、どう信用できるのは打率ぐらいなもんだよね。打率と防御率ぐらいなもんで、それ160試合ある国の、選手は20勝もできるかもしれないけどね、135試合の国のね選手と1年間の成績で20勝とか、まあね、50本60本ホームラン打つのはなかなか難しいんじゃないなってくるよね。ということでオーストラリア代表との試合も見ていく。オーストラリアの試合はあれにしますか。いやオーストラリア代表飛ばそう。やばいよこの動画。これを飛ばして決勝戦見ようと思った。オーストラリア代表強すぎる。最後に10点取られて、誰、藤井がめっちゃ清水が打っちゃう。もううちの中継ぎ陣が崩壊して。ひでえ。イチローはよう打っとる。これもし打率とかをちゃんとしなかったからこんなことになったかな。なってますね、これは。これは4番清宮じゃなかったのは聞いてますけど、まあ。使う選手は同じなんだけどね、打順の組み方かな。1番金子誠、2番坪井とかこういうことをしてるから、ちょっと打線のつながりを書いてこんなことになってますね。打撃はもう多分ガーリーと火吹いてるでしょう。それはまあ、そうもなろう。ここまで勝ってたのに、ここでガーリーとのホームランがバーンと出て、あとはもう、するべ、ここら辺ひどいな。ガーネットにフォアボールを与えてからのホームラン打たれて、これでピッチャー変えてからの清水が左レフト前に打たれてのフォアボール満塁からの走者一掃のオーガのフォアボール、もうガーネットにビビり散らかしてるもんな。ガーネットに、この8回ガーネットにビビり散らかしすぎでしょ。はい。4年目シーズンが終わってしまった。こんな決勝にかけようと思ったらガーネットという壁が厚すぎてオーストラリア代表に負けちゃった。キューバス、オーストラリア代表対キューバ。おお、キューバでした。なるほど、世界一キューバでしたね。キューバが強かった時代もなんか過去のものになりつつあるのは悲しいよな。アマチュア野球世界一だったよね、つまりキューバがね。だからオリンピックとかでキューバが強えってなるんだけど、オリンピックとかもともとだからあれだよね、アメリカの選手がね、MLB がそんなにいいバーンって選手出してこないからさ、どうしてもねキューバが代表だって言って MLB を除いての世界一というかね、だから WBC のある今現在においては WBC のある今現在においてはどちらかというとキューバ代表がというよりもね、やっぱりアメリカ代表が強かったりベネズエラとかあの辺が強かったりするよね。27でこれ悪くないな。ちょっと守備やって鍛えれば普通にこのままなさそう。ちょっとあれかな、コーダが B ぐらい欲しいかな。コーダ B ぐらいあれば十分使っていけるなって感じの島なんでございます。福
森 2.45、 あれ福森そんな良かったっけ。でまあ岩本は24勝、最優秀球野取れたにしても、まあ、ホールドも、まあ、福森に支えられて勝ってるな。意外と打撃成績は仕方ないね。松井っていう化け物がいたらしいので、パリーグには打率4割4分、打率4割達成しちゃってんじゃん。そして171打点、おかしい。まあオバンドが MVP、 イエー。あー、金村はセリーは金村だったか。でこれ多分11月はすっ飛ぶのね。なんで12月のあれしてこれしても1月号になっちゃう。S 銅メダルでです。で11月ってやる、うん、声が誰一人かけることなくですけど、誰かに引退を言いを出したい。フロスト使ってないもんな、フロストな。首切れる選手いねえな。いないな。あえて言うならフロストだな。フロスト、サードな、飛距離がいるから安心とはならんけど、フロストがいてもまあ左の好打者に大砲がいるからな。でヒロスト多分もう下り坂なんで、成績的に、年齢、成長パラメータ的に。あえて切っとこう。こうしといて、FA で誰か。ヨネダはこの前にしたいな。このラインナップ見たら4人ならまでいいよね。シュートピッチャーいないから。で、野手。よし、うわ、柴田勲。悩む。守備な。守備なら柴田勲だけど、守備と打力で柴田勲、守備重視なら吉田義雄だけど、うち清宮なんだよな。まだ土井に間を待ってもらおう。ここ守備とか別にあとは変えたいようなないっすね。スカウトジャスパー、ウォレン、ジャスパーの方が多分いいね、ウォレンに比べるとね。とにかくこの野球作っていう、もっとプロ野球チームを作っていう、とにかくあれなんですね。オーストラリアからいい選手を引っ張ってくる、これが一番大事。オーストラリアの選手がいいから、安くていいから。1位指名ね。結局誰を指名するの、うちは。結局誰、とりあえず川島、とりあえず川島、うん、吉田、ね、安田ね。袴田いいな。湯船とかがいるのかも。
もう、どもういいかな。今この微妙にこう獲得に対して後ろ向きなのは選手の枠がね、枠が分かんなくてね、このままでいいかな。ちょっと契約金だけ下げさせてもらおう。契約金だけ1億でこれぐらいだな。1年目から1600万もらう、1700万もらう筋いないと思うけどな。まあまああまり、はい。12月、メリークリスマス、クリスマスですね。このサムネが使いたかっただけっていうところが、ここまで走ってきたのは。さあ、16億という大金があるので、これ、イチローなんて額だ、なんて額だ。40億、上島欲しい、上島欲しい、上島5億、たった5億で上島が取れる。もう勝ちじゃん。そしたら金村取ろうか。金村呼び戻そうか。絶対勝てるよ、こうしたら。まあキャッチャーはね、キャッチャーは相川、まあまだ頑張ってくれるね。よし、金村取ろう。金村をもう一回トレードで出した金村をまた FA で手に入れるという、それをするか。金村いたら負けないもんな。はい、まあ、あとはいいかな。あとはいいかな。うん。金村出したんじゃねえのかよ。俺はいい FA ですね。てかね、太田大志はね、巨人に戻ると思ってたんだよな。巨人に戻るかなと思ったけどね。横浜だったからね。びっくりだよな。巨人ファンも取りたかったのに。お、誰か一人、おこの人がいる。おこの人がいる。渋めにすると21億まで下げられるんだな。それなりで。石本だけちょっと上げとくか。たかがダイソンに6800万。石本はたかがダイソンと言ってしまうけど、いいえ、もったいないね。いや、取るべき選手はいないかな。吉田とか島田と直江あたりは多分まだ使えると思うし、前で雪永もいいと思うんだけど、まあまあまあ大丈夫、この32人いれば十分戦える。ファンカンやりますか。ファンカンに1億、岩本です、小笠原です、新庄おバンド読み上がし、はい、出すんですね、清宮をね。反感に人気 C、 A ランクの選手を差し置いて清宮を出していくんですね。新庄監督がやってくれている、ファン感謝デーを楽しませてくれている。1億円で532人を買ったな。ふぅ、2021年はまあこの球団にとってはちょっと終わりがね、しょぼいけどね。終わりはしょぼいけど、まあお上出来じゃないでしょうか。大変よくできました。イエーイ。こっから1月か。どうしよう。じゃあ、
2021年ありがとうございました。2021年号はここまでということにしましょう。1月過ぎてからこの続きの動画を上げていくことにします。1月号はね、僕ね忙しいというか2月ぐらいまではちょっと忙しいのでね、なかなか動画上げることはないでしょうけども、上がることはないでしょうけど、まあ2022年のねになったらまた、この動画だけは上げようと思います。焼きつくの1月号としてお正月スペシャル上げていこうと思いますけども、とりあえずね2021年分はここまでということにします。つまりまあここから続けて撮るっていうことなんですけど、皆さんありがとうございました。付き合っていただきましてね、2021年、残りあと数日、良いお年を。ほなまた。